はい、どうもいつもありがとうございます。ミスティカルチャンネルでございます。さて今日はですね、正しいお札の祭り方という話をしたいと思います。皆さん、神社やお寺でご祈願ご祈祷というものをされたことはありますでしょうか？もちろん厄年の人は厄払いとか厄除けですね、そういった祈願、それから商売繁盛、金運上昇、恋愛成就、心願成就、病気平癒、身体健全、まあいろいろあります。このお札の祭り方、そしてお世話の仕方というものを詳しく紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。さて、仏壇、神棚ありますけれども、まず仏壇というのはご先祖さんがいるところです。位牌をお持ちの方は、やはり位牌の前でですね、お経を唱えるのもいいと思います。さあ、そしてご祈願ご祈祷したお札というのはそれとは別のところですね、神様仏さんの神仏棚というものを作ってもらいたいんです。お札持ってますか？お札は持ってますけど、神棚なんかやっぱりなかなかないですからね、うん、そうですよね、はい、もちろん立派な神棚があったらそこでやったらいいんですけども、ない家庭もあると思うんで、全然ダメでも大丈夫なんですよ。持って帰ってどないしたらええねんっていうのはちょっと、はい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 、どうしてるの？僕はあの家の高いところにかけてる台座みたいなのがあるので、それと一緒に上の方に置かせていただいて、はいはいはい、全然いいと思います。で、祭り方ちょっと実際見ていきたいと思うんですが、東西南北、この中で祭らない方がいい方角があります。これ実はですね、南です。これは×ということですね。北向きはダメですよ。それ以外は大丈夫です。南側につけるとダメですよ。で、目線より上の高いところに置けばあとは大丈夫と、ということで祭りますと。で、祭った時にこう置いてるだけ？そうそう、僕はもう置いてるだけです。本当はね、お水ぐらいあげてほしいんですよね。神さんですから。だからお水をあげると、はい、できればですね、米、塩置いてほしいんですよ。もっと言えばもうこういうお供えなんかもね、あったらいいんですけど、できればね、榊もあったらいいですね。ここまですれば神棚なくても全く同じですから大丈夫です。でですね、あの僕なんかは神さんも仏さんもいるわけですよ。その時どうするかと、仏さん神さんと置いてください。例えばですよ、2体あると、そしたら並べてください。こう重ねても大丈夫です。はい、こんな感じで祭ります。そして榊を置く、塩をね、お米を置く、で水も置くと、ちょっと多めにね、今度2つあるから。そして仏さんもいるわけですから線香を置くわけです。これで完璧です。この場合はですね、もうちょっと多分これをやると思うんですよ。お勤めを、神さん仏さんいる場合は般若心経を唱えたり祝詞をあげたりっていう場合は、まあ目線より上じゃなくてもいいです。座れてちゃんとこうお勤めできるところに置いてください。はい、という感じでお祭りをするということですね。ここまでやれば完璧です。これちなみに、うん、お仏壇に飾ったりはしないものですか？あ、いいですよ。で、これ何が言いたいかというと、神棚でも仏壇でもね、あんまりこうゴージャスにやるのはあんまり嫌うんです、神仏が。まあ大きいお家はまた別ですけど、はい、だからこう質素にねやる感じの方が、例えばこういう神仏両方やる場合とかはいいと思います。向かって右側が神社の神様、そして左側がお寺の仏様ということになります。そしてその中でも中心になる神様仏様は真ん中です。そして神様も仏様も向かって右側は動物神だと覚えておいてください。基本お札は重ねても大丈夫です。ただ多くても普通の祭り方としては神様3体、仏様3体、このぐらいが最大かと思います。ただ、まれに僕みたいにお勤めもしっかりするという場合ならば、多くても大丈夫です。やることはやらないとダメですけどね。そして、他にもね、お寺、神社行ったら開運のいろいろグッズあるでしょ。浜屋。はい。これどうやって飾るかわかる？これね、やっぱり矢ですから。武器ですよね。で、これはどういうことかというと、魔王。破壊する矢なんですよ。はい、魔を滅するんですよ。ですから魔の方向に向ける鬼門裏鬼門です。
はい、もしくはこれね、下向けるといいです。はい、今自分のいる場所の間を召してくださいということで下に向ける。上に向けるとね、天に向かって矢放ってるっていうことでちょっと失礼になりますので、下に向けるのがいいと。さあ、そして熊手、ね、熊手は縁起物ですね。これも、同じように飾ったらいいんですけども、この浜屋も熊手も神棚の近くとか、そして玄関、さらにはリビングとかね、そういうところに飾ると。で、これは一緒です。北向きはやめておきましょう。まあ神仏の近くだったらいいですよ。はい、というようにしていただくということになります。あと、これ覚えてる？お守り、はい、はい、健康とかそういうもののお守りは下半身ズボンとかに入れておく、はい、開運とか金運上昇みたいなのは上着に入れておく、上着もしくはね、こう首からかけるとかね、そうそうそう、上半身に入れるということです。まあ、それが大事ですね。身を守るのは下、そして開運は上ということを覚えておきます。さあ、ということで NG 行為があります。画鋲で止めたら絶対ダメです。はい、もう刺してるわけですからね、それは避けると。あとですね、例えば絵馬もありますね。はい、絵馬なんかは何がいいかというと、あれはお願い事を書くという行為がいいんですよね。文字にする、それをお寺神社という結界の中に置いておくということで開運になると。ですから、こうエネルギーを倍増するというのが絵馬です。さあ、そして御朱印、まあこれはもう皆さんね、好きにやられてる方多いですよね。今ね、やっぱりこれは意味あるんですよ。御朱印を貯める、例えば掛け軸なんかもあるんですけども、霊場巡りとかしたら掛け軸にこう御朱印貯めていくんですよ。ああいうのがあるとね、霊格がぐっと上がるんです。だから御朱印を貯めるというのも、開運の一つにはなると思います。ちなみになんですけど、その浜屋とか熊手とかお守りとかっていうのは、うん、お正月の時にやっぱり焼いていただく、うん、1年に1回変えていくっていうのがいいんです。もちろんもちろん1年です。はい、もうそんな何年も持ってたらダメです。はい、しっかりとお焚き上げしてもらう、そして新しいのを購入すると、これが1年の始まりだと。はい、ぜひ参考にしてください。これで1年しっかりとできれば、お世話していただければいいかなと思います。あなたの現実の裏側にも不思議なことはあるもんです。ミスティカルやな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。皆さんもミスティカルチャンネルに登録して、ミスティカルマニアになりましょう。